まずはじめにパプリカを切っていきます。パプリカは今日みじん切りにしていきます。厚みを半分ぐらいにして、そして細切りにしてからこのようにみじん切りに切っていきます。続いて鶏もも肉です。鶏もも肉は厚みが均等になるようにこのように開きます。そして余分な油は取っておいてください。これを縦半分に切っておきます。2枚とも同様に切っておきましょう。鶏肉に塩を加えて、そして全体よく揉み込みます。ここが今日のポイントです。このようにしっかりと揉み込んでから15分ほど置くことで鶏の臭みが抜けて旨味がぐんとアップします。これで15分置いておきましょう。炊飯器に炊く30分前に洗ってザルにあげて、しっかりと水気を切った米を加えます。ここに鶏ガラスープの素、酒、今日は3合なので 2.5 ぐらいに合わせて水を加えてください。そしてここでひと混ぜします。この上に15分ほど置いて水気をしっかり切った鶏肉を乗せていきます。鶏肉の上にみじん切りにしたパプリカ、そして生姜の薄切り、ネギの青い部分をこのようにちょっとひねって加えていきます。これで炊飯器で炊いていきましょう。炊き上がったらネギと生姜、鶏肉を取り出しておきます。軽くほぐしたらここに万能ネギの小口切りを加えていきます。全体をよく混ぜ合わせて盛り付けていきましょう。このようにライス、チキンを盛り合わせて、付け合わせにトマト、レモン、そしてパクチーを添えてお召し上がりください。今日のタレは生姜、塩、サラダ油、レモン汁を加えたソース、そしてこちらは醤油と黒糖を混ぜ合わせて火にかけたソース、そして市販のスイートチリソースを添えてお召し上がりください。鶏肉と野菜のうまみがご飯にぎゅっと詰まったチキンライスは彩り豊かでさっぱりとした味わいです。お好みのタレをかけてお楽しみください。